ラストはビーズ、はい、やっと来ましたよ、ビーズ。やっと来ましたね。とにかく今見ました、あの VTR。 ビーズなんぼほど金儲かってんねん、いう話ですよ。よー売れてるし、よー乳首出してるよね明らかに恋に出してたわけだったもんね乳首を見よう的な感じでね。すごいな、どうですか今改めて見て。あんだけ売れてるんですよ。アルバムですからね。うん、そうですね。何本持ってんの、やらしい話ね、すごい、まあまあ、今回我々初めてということです。はいはいはい、ねえタモさんのばっかり出ていいいいいい、そうですよね、我々多分嫌われてんねんなって二人でねそうですよ、あ前回そうですよ、ロサンゼルスから中継では出ていただきました、ね、はい、そうなんです、ね、いただきました、ありがとうございました、はい、やっと本人が。なぜなぜなんですかね、やっぱり我々に加齢臭に問題がある。いやいやいや、それだったらタモさんの方が悪やろお前どうぞ続けてくださいもうこれこの機にやっぱりちょっとこう、はい、たまにはこう出ていただくとか。そうですね、はい、はい、ぜひ、ええ、あ今目が泳ぎましたそうですグラサンはめてるかわからん思ったでしょ今、ね、あそうですか。ただですね、ダウンタウンのお二人のことをとても好きということ で、はい、で今でもごっつええ感じを VTR 録画したものをロスで見ていると。あそうなんですか、マジですか。やっぱりなんかそんなコント見ながら笑うようなタイプじゃないじゃないですか。めちゃくちゃ笑いますよ。ほんまですか、なんかみたいな感じが想像があんまつかないんですけどねすごい笑いたい時はもうみんなで見てますね。ああそうですか。いやこれはもうありがたいことですね。松尾さん見てないってことですね。僕ねもうほんとね、うん、兄貴のもう大ファンだったんですよあ、うちの兄貴のですか。違う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 、どういうことですか。コントの兄貴、コントの兄貴だったんですか。ややこしいんですよ、うちの兄貴と同じ名前があるのか。そうか、それまた兄貴の大ファン言われるとうちの兄貴が好きなのか。さあ、松尾さん、もういよいよ終わりでございます。もう終わりですね。はい、早かった。ラストの曲です、お願いします。Night, more than a thousand years.
あっという間ですよ。そうですね、もうお別れですよ。今回もちょっと時間の都合で我々の歌はカットになってしまいました。そうなんですけど ねいつ歌わせてくれるんですかね。いつになったら歌えるのかなって思うんですけどもね。はいはいはい、はい、申し訳ございません。ものすごい指出されてはい、早終われみたいな。さあ次回のヘイヘイヘイは10月の8日夜8時から、はい、セットもリニューアルし新企画もスタートする盛りだくさんの内容でお送りします。ゲストの皆さんどうもありがとう。